ってんの。おー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 おっと、えっ、まだ分かった。よしよし、頼む。はい、こんにちは。今回ですけれども、急遽ちょっとカメラ回してるんですが、新しい企画をやっていきたいと思います。最近固い協定上でも船券を絞りまくって当てれば爆勝ちできるということに気づきつつあるんで、下関やっていきたいんですけれども、下関ってまあ日本の中でもトップ3ぐらいに入るぐらいの陰有利の協定上だと思うんですよ。なので、じゃあどうやって下関で爆勝ちするのかっていうと、何点ですか？3連単8点6点ぐらい。違います。1点です。1点のみです。実は最近コメントで入ったんですよ、シンさん1点買いでやってみてくださいみたいな。でちょっと鼻で笑ってたんですけどみたいな、無理に決まってんだろって。でもちょっといざ番組表を眺めてたら、ちょっといけんじゃねっていうふうに思ったので、9、10、11とやってみたいと思います。3レースで、3レース全部マンバリでやってみたいと思います。なんでまあ当たり前ですけれども、的中すればもう勝ちは確定、さらに10倍以上当てた日には爆勝ち確定という形になります。はい、頑張っていきます。はい、じゃあ初っ端な9レースなんですが、1点しか買えないので、下関ということを考えても変に穴狙いはしません。まず1号艇の岡村選手はイン信頼で、まあ、問題は相手なんですけども、記録的に注目なのが5号艇の高山選手が、前節で海野選手が優勝して2着優勝戦2着の高モーターですので、まずこの選手を買いたいと。そしてさらに1点しか買えないので、さらに相手をもう1人絞らなきゃいけないんですけれども、まあここは単純に実績と、コース成績を加味して2号艇の森永選手を選んで、125と152のどちらにするか迷ったんですが、125は2番人気なんですよ。でこういう時に1点しか買えないかなって言って、そっちの人気に逃げて、うわー1号になったじゃんっていうのが浮かぶんで、僕は1号2で買いました。はい、これでいきなり当たれば多分13万ぐらいにはなるようになります。のでも当然勝ち確です。っていうか、まあ3レース中1本でも当てれば、どんなに安い配当でも多分勝ち確になると思います。さあ、いけ。とりあえずスリットは揃ってくれないと。ちょい遅れてる。あ、やばい、3が遅れてるか。あー、4が行くね、これね。やめろよ。行ったわ、これ。嘘。415だね。そうだろう。下関で風まくりは変えんて。まあ1個前のレースも一応4、5コースから。マジかよ。これ5差し返しちゃうんじゃない？いったね。451だね。いや、波超える力やべえな。くそー。さすがに角まくり展開は変えん。まあ角まくり、いや無理だこれは。つくね、2万周で。嘘だろ、これ1点返してたら200万だよ1万投資のこれだったら天才だよ。ちょっと無理だ、これちょっと切り替えるしかない。やばいってこれは。できたね。できすぎ。黒柳って展示やる気ない選手なのかな。展示明らかに伸びてなかったんだけどな。一つ加味しなくちゃいけないのは、そのいい選手はもちろんだけどさ、うん、悪すぎる選手っていうのもさ、要はもう全然壁とか可動系になってないわけで、今2、3号艇が、まあ1号艇の岡村も2度遅かったからしょうがないけど、うん、次はちなみに山崎智也が角なんよ。それが一つキーポイントになるという。難しいね、やっぱ1点って。まあ1点じゃなくても今回はちょっと当たってないんで、結局は切り替えるしかないですけど。はいはい、はい、じゃあ10レース2レース目ですね。このレースが1号艇と4号艇の選手が A1 選手とで、4号艇山崎智也選手なんで、1441が圧倒的に売れてると。で3号艇の寺島選手が、スタートがめちゃめちゃ遅いので、これが
まあ、展示でもかなりへこんでたんで、これは多分本番も遅れると思いますので、山崎選手が絞っていく展開は濃厚なんですが、同じく4156とかも14とそんなに変わらないぐらい売れてるんで、だったら、金子選手はスタート力もあるし、ここは下関ということを考えても、まあ、14でいいんじゃないかと。そして2号艇の山本選手、142が売れてるんですが、この選手は、3ヶ月明けなんですよ、休み明けので、前走もスタートどが遅れしてたんで、多分休み明けでまだ全然勘が戻ってきてないと考えると、ここも遅れる可能性あるんで、あえて2は嫌って、山崎選手が絞っていく展開なら恵まれるのは5だろうということで、145にしました。12倍ぐらいかな、多分。はい、これで、まあ、12万か13万ぐらいになるんですね。はい、このまま回そう。頼む、1コース、スタート決めろ。まくらせないぐらい伸び返すればいいんだが。3対3の体型、特賞第10レース、インコースから1番、2番、3番。あれ、絞れない感じ？全然山崎智也スタート行ってないじゃん。まずいな、これ2、3残るよ。あー、中途半端だな。うわー、1、2、1、2、4、つけ前で沈めろ。いや、この距離じゃきついか。ごっつこめ。うわー、1、2、4だ。そもそも展開がはまらんかったな。うわ、きついな。先頭1号艇の金子聡が1マークをクリアします。4号艇の山崎智也が先乗りましたが、さして2号艇の山本浩二が下がりました。ちょっとまだなくはないぞ。ワンチャン山崎智也がやらかせば、そんな事故をしたら失格になるか。5号艇三好はじめ、6号艇岡本翔太郎、2周2マーク、先頭で回るのは1号艇です、金子聡、岩手は2号艇、山本浩二、3番手は4号艇、山崎智也、上級艇は1番、フィニッシュです。難しい、あと1レースしかない。残念、残念でした。はい、最終レースです。最後は当てたいね。ちょっと今までかすりもしてないんですが、進入が6号艇の選手が動いて1、2、3、6、4、5となったんで、1号艇の佐藤選手と3号艇の岩瀬選手は、スタートがめちゃめちゃ速い選手で、まあ、岩瀬選手は間違いなく稼働圏になると、そして、前付けに来た6号艇の定金選手がモーター的には伸び足を中心にめちゃめちゃいいので、前付けに来てもダッシュにまくられることはないということで、内枠勢で硬いんですが、2号艇の堤選手のみスタート力がないので、岩瀬選手がまくり出して沈めると。そして4コースから無難に刺してくる定金選手が、上位に来て1、3、6、これで終了です。これで何倍つくだろう。まあとりあえず当たればプラスなんでね、おそらくちょっと人気サイドかなと思うんですけれども、まあ3倍以上つけばもうプラス。3倍はね、だからね、6倍なんでプラスになります。はい、最後これで勝負です。さあ、最後ぐらい当てさせてくれ。前付け、抵抗するとかマジやめろよ、この人。よっしゃ、すんなりいった。よし、予選の2日目、特選カード第11レースを深くならんやろ。3号艇、6号艇が早前と本川です。対戦メンバーは1号艇、埼玉の佐藤翼、2号艇、東京の翼ちゃんは逃げてくれるはず、3号艇、愛知の岩瀬雄介、4号艇、愛知の佐藤翼さんの一番の狙い、5号艇、徳島の赤池周平、一番の6号艇、福岡の佐々木淳二です。2コースまくり、ガンガン握るよね。36、そして4号と並んでいきます。ヤングダービーの時にさ、準優勝戦でさ、2コースからエース機の中谷
ちょっと手潰したりさ、沈めたやつね。俺あれからずっと気にしてたんだけど、めっちゃ握るぞ。あ、超握る。大令和っぽいね。あれ以来気にしてるけど、ガンガン握る。スリットソロスも握る。マジか。6号艇の定金順次は4コースまでスローに向けました。2艇がダッシュに引いて、え、1、3、6、コース角1、これなら大丈夫でしょ。こんなの負けられるの。そして6コースが5号艇の赤池周平、2着、1着と来ています。赤池、あー、まずいじゃん。なんでだよ。3番、6番、大丈夫か、5番、大丈夫か。よし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 2周1マーク、1号艇に続いて2号艇が回ります。3番手争いからまずは3号艇の岩瀬優介。おっと、えわ、ー、まだ勝てない。よしよし、頼む。入んねえかな。これ 入ったら相当おもろいよ。岩瀬諦めんな。でも6はさす、よし、6外行って3が2突っ張って6が刺せば。あー2、それ安牌なことしないでよ。もうなんで安牌なことすんだよ。まだわかんないよ。他に何すんだよ。外回せよ。最終周回1マーク、さあ2番手ですが、まずは無理だ。6番を回してからの差し。なんだよ。2番手は再び2号艇の堤健一がリードを広げました。3番手が3号艇の岩瀬優介。上位体系1位から3号艇のオッズは28倍です。独走態勢は1号艇の佐藤翼です。続いて2号艇の堤健一、2番手を守りました。3番手は3号艇の岩瀬優介。第11レース間もなくゴール。先頭1番がゴールイン、2番がゴールイン、3番ゴールイン。なんだよ、すげえ興奮したよ今。たかが10倍以下のファイトにこんな興奮したの初めてだよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様ですじゃねえよ。はい、金をドブに捨てました。とやってみた結果、無理ゲーでした。無理ゲーでしたね。難しいでしょ、1点はね。なかなか難しいっすよ。だから多分当てれるとしたら、本当にガチガチの決着しか出ない傾向の日の隅の絵とか。まあただ いかんせん3レースしかやってないから。まあそうだけど、うん、それをリベンジするっていう布石。いやー厳しいと思うよ。きついよね。だって12レース12万分回して12点でしょ。だからせめて3点、せめて。まあそうだね。じゃないと無理ということに気づいたんで、これはもう一生やれません。すいません。でまあやっぱ4点だな。4点が一番ね、一番中穴まで狙える。やっぱ1点しかないとやっぱり攻めきれないところもある。正直。だって4点だったら正直じゃ10倍、15倍ぐらいを拾っても30倍とか40倍とか50倍とかを狙っていけるじゃん。1点しかないと無理だね。それで当てないといけないもん。もう一生やるんだ。ということで、はい、はい、リベンジはしません。すいませんでした、見せ場なくて。失礼します。